伝説のスタバを作らん。すごい匂いこれ。お、おいしい。元々、ハプモエプリーズ。皆さん、こんにちは。シトアノンです。伝説のスタ丼を食べてみたい。じゃあ、お店に行けばいいじゃん。と思ったそこのあなた。さすがにアノンちゃんも女の子だから、一人で丼屋さんに行くのは気が引けるのよ。どうすればいいか、再現しちゃえばいいわけ。ということで、今回は、白米食べ過ぎ注意。伝説のスタ丼を作ろうと思いまーす。初登場、たくあん。たくあんってさ、地味に種類いっぱいあるよね。麹でつけてある白い甘いやつがアノンは好きかな。今用意したやつは鰹節がすごいしっかり効いてるたくあんなんだけど、こういうのも美味しいよね。ネギ切ります。この後火を入れる予定があるんで、ちょっと大きめの斜め切りにしよっかな。色がね、やっぱね、ネギだと侵食されちゃうから。食欲が湧くでしょ、みんな緑って。なんか皆さんは別に好きな部位を使っていただいて、今回は動画用にちょっと青さの残るところを使っています。ニンニクをすりおろします。ニンニクすりおろしてるのってさ、動画にしたことあんまなくない？いつもさ、刻んでるじゃん。めんどくさい人はチューブでいいです。私さ、お弁当にニンニク入ってて、子供の頃ピンクのニンニクがお弁当に入ってて、ニンニクが息臭くなるっていう認識って子供ないじゃん。まだ臭いって言われて傷ついたことある。あれはかなりきたな。こんなもんかな。タレを作ります。みりん、醤油、そうみ三炭、胡椒を少々、お好みで豆板醤。混ざんねーホットケーキ作る時ってこうなるよね。混ざんねーってなるよね。混ざった混ざった、これで混ざったということにしておこう。豚バラをさっと茹でます。火強すぎると硬くなるんで、弱火でね、茹でてください。なんかさ、もっとさ、炒めて油増し増しみたいな感じだと思ってたら、結構茹でてるレシピも多くて、ここまで油っぽい食べ物じゃないんだって思ったよね。これは食べたい分だけ茹でればいいと思うよ。みんなだいぶ茹だってきましたんで、お鍋から出していこうと思います。実はさ、豚しゃぶがすごくアノン好きでさ、これ見ながらさ、あー玉ねぎスライスしたいなって思いながら見てました。他にも面白いお料理動画いっぱいアップしてるので、ぜひ見てください。チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくね。ニンニクを投入します。おー、すごい香り。ネギを入れます。鼻をつくニンニクの香りって感じ。豚肉を飲む。おう、軽く混ぜて作ったタレをペロンと入れちゃいます。すごい匂いこれ、強烈だな。スタ丼ってすごいな。これは女子お店入りにくいわ。のりちょっとこう、ゆっくりタレに絡ませて、できた。伝説のスタ丼です。これがスタ丼か。美味しそうだな。ではまずお肉からいただきます。お、美味しい。がっつりニンニクの香りなんだけど、ネギが甘いからそこまできつくない。下茹でした豚もさっぱりしてて、思いのほか食べやすい。よいしょ、ちょっとな。あ、いいねいいね。ディップして食べる。高級なすき焼きみたいだね。ニンニクとお醤油の香りをちょうどよくしてくれる。豚肉の舌触りもとろーんとして良くなりますね。ご飯と一緒にいただきまーす。うんーも、これはすごい。海苔とご飯が合うことはみんな知ってるけど、こんなに食欲をそそる存在だったとは。このと、白米プリーズ。そんなわけで、今日は伝説のスタ丼を作ってみたんだけども、正直、もっと油ギトギトでニンニクガツンっていうイメージだったの。豚を茹でる一手間で、こんなに油っこくなく美味しくできちゃうなんて、びっくり。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。では、次の動画でお会いしちゃうぞ。シトアノンでした。バイバイ。